前回の第二章第2章,第2章経済機構国家権力及び戦争の項については例ー例ンの標中を見ると、えー、国家組織は支配階級の最も包括的な組織であってそこにはこの階級のあらゆる力が結集されており 機械的な圧迫と抑圧の道具が集中されており、試合階級はその階級の一兆部分には一兆グループとしてではなく、まさに階級そのものとして組織されているのであるという部分を大いに良しと言っています。だからこの抽象的な国家論、大雑把な国家論についてレニーニンは、あれはブハリンを肯定しているあるいはブハリンがレニーニンの考えを取り入れたのかもしれませんがそれで。 で具体的なところについてはいろいろ例えばあのどんなタイプの生産にもそれぞれそれに合致したタイプの国家がありどんなタイプの国家にも全く特定のタイプの戦争が対応しているというところにどんなタイプの国家にも全く特定の戦争がタイプの戦争が対応しているというところについて一つ,の一つではないと言っていますね。だから具体的にはそういうふうに対応してないいろいろあるだろうと。で、 奴隷制経済があるとしようその場合には国家は奴隷所有者の国家にほかならずこの国家の行う戦争も奴隷制の拡大奴隷制的生産関係の拡大のための手段にほかならないっ言い方しているのに対してだから時にはこの体制の崩壊の手段言葉がよくないがとなったこともあったって言ってますからあの単にその経済体制の拡大のためじゃなくてその体制の崩壊のにもなりうるという戦争がなりうるということですね。 それで、えー、社会主義戦争は単なる国内戦とは区別する必要のある階級戦争である国内戦は言葉の本来の意味でおける戦争ではないなぜならそれは2つの国家組織の間の戦争ではないからであるという言い方について国内戦は言葉の本来の意味でおける戦争ではないという言い方についてこれは著者が概念の遊戯を好みすぎた全くの混乱と言ってますねで総じてその一般的な国家論については 階級社会の道具であるというふうなことについてだけは正しいと言ってますが、具体的にはそれぞれそういうふうに不払いが一般化しているにはなってないというふうな批判をしています。これはその前の部分も同じだったようなところですね。で第三章資本主義体制の画解一戦争と資本主義的生産関係の組織化国家資本主義二再生産過程 生産力戦争3資本主義社会の一元的構成とその無政府性4資本主義社会の瓦解5唯一の脱出路としての共産主義その歴史的必然性6生産力と革命の費用世界資本主義体制の生産力の成長とその無政府的な生産構造との紛争を紛争を反映しているこの体制のさまざまな部分相互間の衝突はすでに我々が観察したとおり 国家トトラスト間の戦争闘争闘であった。歴史によって日程にのぼせられた客観的要請は世界経済の組織化を求める要請すなわち主体のない世界経済体制の経済的主体への計画的に行動する組織への目的を持つ単一体への組織された体制への転換を求める要請である帝国主義は独自の方法でこの課題を解決しようとしたこのことについて H ・フォン・ベッケラートが次のように提出。 聞かしているるがこれは全く不正確である自由競争は経済生活の調整力として役立つことを拒むものであるから結局組織,組織化を求める叫びが鳴り響くことになる結合の過程が起こり工業品工,場工業品市場をめぐる全般的闘争が行われる隠して次第に政治的性格を しつつ、各民族が団結した経済集団間の闘争が起こりついにはこの闘争が工業品販売市場をめぐって相争う各国間の大規模な政治的衝突までに達するこの課題の解決は帝国主義にとって手に負えない仕事であり戦争の危機が体制全体の危機を招いたしかし個々の国家,主義本国家資本主義的トラストの狭い枠内においては 戦争の第一段階は互いに闘争しつつある部分的な体制に計画性と組織性を与えるという側面を持つ持つ資本主義的生産関係の内的再編成の段階であったこの再編成の根本的な諸原因を理解し追求することは困難ではない再編成は経済諸機能の国家化によって内的な生産無制不正を絶滅するという側面を持つものであった生産,的技術生産組織的技術的には この再編成は中間層の極めて急速な消滅という過程を通じて大いに多いとなったこの点において戦争が大恐慌と同じような作用をした生産される常用価値の総量が減少する一方常用価値が社会的技術的経済的に最も強力な生産単位と集中集積された資本集中の過程が極めて促進されこの促進された集中化が新しい形の資本主義的関係の否定的条件を作り出した 国家化の積極的なな原因となったものののは、大規模な組織化過程としての戦争の要求であった。この戦争の規模と技術,技術と軍事装置の複雑な内部事情と工業および農業の生産物に対して軍事組織の側から直ちに現れてくる巨大な需要と最後に支配階級にとって作戦行動の終結がもたらす決定的な意義とが互いに争っている資本主義的な部分体制内部の無政府性を最大限に克服することに一定に上らせたのである。 他の諸条件が等しいとすれば戦争の成功度は国家資本主義的トラストの経済的組織化の進行度に正比例する以上の諸原因は一連の諸生産物の不足特に原料の不足によって特に先鋭化したこうした不足は国際的な結びつきが断絶するや否や直ち,直ちに現れ全般的な消耗及び急暴とともにますます華々しくなった当然のことながらこの不足は極度の分配節約を従って合理的組織的な分配を必要とした。 しかし分配の過程は再生産過程の一局面なのであるからおのずから明白だが分配の組織化はまた生産過程を多かれ少なかれ組織化させるようにならざるを得なかった分かりやすいことながら全体としての資本化階級しかし力学的にはそれは金融資本の代表者たちであるがはこの集中化によって異常な利得を収めたこれを神聖な私有財産権の侵害だと考えたのは全く素朴な人たちだけであった 事実、この場合には何らかの収奪者の収奪の匂いさえもしなかった。なぜならあらゆるものが金融資本化的な国家組織の手に集中されたのであってある第三勢力に集中されたわけではないからであるこれに主に反対したのは遅れたブルジョワ人層と,とりわけ商業資本および商業投器の代償者,者たちだけであった生産および分配の組織化はその本質上一般的に商業を特に商業投器を排除する。 したがってこの組織化は商業利順と登記による差額利得等を除外してしまうこうした生産および分配の組織化が実際に遂行される限りこれによって特にこの種の初犯中の神聖な権利が侵害されるしかしこれによって資本家階級全体の権利が侵害されるなどと思うのは少子千万であろうこの場合はただ単に金融資本家層の側への常用価値の再分配が国立銀行から支払われる配当金または利子への商業利順の転嫁が行われるだけのことである。 したがってここでは常用価値の廃絶が現れるのではなしにただ単にこの常用価値の一部の形態変化が起こるだけに過ぎないまさにこの点にこそ利潤という範疇と常用価値の分配がとが問題である限り国家資本主義組織の本質があるもしこれが常用価値の分これもしこれが乗用価値の分け前を削減することや革命に対する保険金として労働者に常用価値を返還することに関する問題であるならば それは副次的な事柄であって別に本質的な役割を演ずるものではない与えられた経過傾向の数学的限界は国民経済全体,全体が絶対的に結集した結合トラストに転嫁する場合であるその場合は他の個別企業は全て企業としての存在をやめることになり単にこのトラストの向上や支社に転嫁される従ってその場合は社会的分業が技術的分業に転嫁し経済全体が世界ブルジョージーの各グループの絶対単一企業と化する。 この資本主義形態に共通の組織化原則はブルジュア人のあらゆる経済的経済的だけでもないが諸組織を国家に従属させることであったその理由は自命のことである事実次のようなブルジュア組織の全系列を取り上げてみる,こと,見るとしよう国家新ケ系とカルテルトラスト企業者団体協同組合銀行協会学会ブルジュアジャーナリスト組合その他何百という諸組織理論的に見ればこの体制全体が これらべての組織の団結結合並列化によって最大限の安定状態に置かれるであろうということは極めて明白であるしかしどの組織が最高の地位を占めでもならないのだろうかこれもまた明白である最も大規模で最も有力で最も広範に包括的な組織がそれだ国家権力こそがまさにこうした組織なのであるウルジョアジーの国家組織はこの階級の全権力を一手に一手に集中しているしたがってその以外のあらゆる組織 第一に経済組織、ついでその他の全ての組織が国家に従属せねばならない全ての組織が軍事化されるその全てが単一の総括的な組織の支部にその末端組織に化してしまうこうした条件を備える場合に限り体制全体が最大限安定の性格を帯びることになるこうして国家資本主義的な生産関係に立脚する新しい形の国家権力が古典的な型の帝国主義国家が出現する。 ここにおいて経済が政治と組織的に癒着しブルジュアジーの経済勢力が政治勢力と直接に結合し国家は搾取家庭の単なる保護者であることをやめて公然とプロレタリアートに対抗する資本家集団の直接搾取者と化す,化する,直接搾取者と化するこの場合国家権力の発展がその弁償法的性質を暴露するすなわち国家権力が支配階級の組織の原始的統一的形態として出現したのである。 それに次いでこの権力は多数のブルジョージー組織のうちの一つとなり最後に他の全ての組織を吸収した後に新たに本質的な統一組織となるに至った。国家資本主義的な生産関係は論理的歴史的に金融資本主義的関係の継続でありその完成であるしたがって金融資本すなわち信ジ系とト,トラスト銀行によって与えられた組織形態がこの発展の出発点となったことは驚くにあたらない。 商業的のみならず技術的にも生産を統合する私的独占組織としてのトラストの代わりに国家的独占が現れるトラスト的なシンジケート及びカルテルもまた国家的独占によって取って代わられる集中過程は国家権力の圧迫を通じて促進されいわゆる強制,強制シンジケート及び強制カルテルが出現するその過渡的な方は国家がシンジケートの共同所有者株式会社の大,大株主などになる 混合企業であり、その場合国家と私的企業との金融資本主義的な結合形態がいわゆる「産化」の形態をとるこの生産関係の再編成という意味で極めて重要な形態が唯一のものというわけではないこのほかにより本質的でない次のような一連の変形もまたこの種の形態に属するすなわち国家による生産過程の調節統制強制生産生産の規格化製造方法の調整国内の技術的生産制度一般の制定 分配の規制、強制教室と強制徴収、国家調達の組織化、国営倉庫、価格高定、配給切符制などがそ,れであるがそれである。特にこの際、強力な組織化の役割を果たすのは銀行である。各銀行は預金を国立銀行に預け入れ、国立銀行の側は巨額の預金を集中的に吸収し、 戦時交際の一例だけをとってみても十分にわかるがこれを軍需産業に投資するこの投資分はある程度まで定期的に開放される資本であるから国立銀行による組織的な投資は産業を事実上国立銀行に従属せしめ企業,利潤を企業者利潤を国立銀行から支払われる利子に転嫁せしめることを意味するしたがってこの方式によってもまた資本主義的生産関係が国家資本主義的なそれに転嫁し 各種の資本主義的な所得が平均化され、単一の資本主義的集団企業、単一の株式会社、トラストなど、いずれの表現を帝国主義国家が取るにせよ、によって支払われる特殊な配当金に転化する。この場合、組織的な結びつきの方の具体的な編成の形は様々であって、その形の機能的な特徴によって区別される。 この場合我々の前に現れるものの中には新しい安定した生産技術単位が創造されるような計画的な組織化もあるその例としては従来の多数の生産連合を集中した強制トラストや国家独占などが挙げられるさらにこの場合単純な規制という形も現れる例えば強制的な販売購買義務最後にこの場合は組織化過程のより定時の要素規格化があるその例として価格肯定が挙げられる。 しかし金融資本主義の傾向を促進する国家資本主義的発展の一般傾向が安定した生産技術的なグループ化を作り出す組織化のより高度な方の方向へ進むという点を見ないのは誤りであろう組織化の過程は全て生産技術的な面から始まるとは限らないその担当者の主観的な目的が組織化ではなしに例えば純商業的な採算にあるということもありえるがそれにもかかわらずその客観的な最終結果は 新しい生産技術的な複合体の創出となり得るこのような現象が金融資本主義時代には極めて明白に観察されるのであるすなわちシンジケートが市場において活動する商業連合体として出現しただがそれにもかかわらずそれ以後の発展はトラストに近いカルテルの結成,結成へさらに真のトラスト結成へと進んだすなわち単に商業的な連合だけでなく生産技術的な連合体が結成されたのである。 別の例を挙げてみよう。産業界への銀行資本の侵入は企業の統合企業合同結合トラストなどの結,結成をもたらしたしたがってこの場合組織化の過程は流通面から生産面へと進むこういうことが生じる理由は流通過程が一般的な総過程の各部分および各局面の全てに対して強制的な法則性を持つ再生産過程の一構成部分であるということに存する。 それゆえに金融資本主義の生産関係の再編成は国家資本主義的な組織化への道を進んだのでありそれとともに商品市場が廃止され貨幣が計算単位に転嫁され生産が国家的な規模に組織化されあらゆる国民経済機構が世界的競争の目的にすなわちとりわけ戦争目的に従属せしめられた。 以上の分析によって我々は組織化の形態それによって各国の資本主義的構造が世界資本主義全体の新しい存在条件に適応する形態を観察したしかし我々が考察したのは政府の無政府状態の克服という観点から見た全ての変化であるそこで社会的な無政府状態について若干述べておかねばならない確かに生産関係の総体の中に包括されるのは企業別に組織された人々の間の関係だけではなく我々が階級相互間の関係を問題とする限り これらのの生産関係には別の断面も存在する従ってこの面においても関係の再編成が生じたに違いないさもなければ全体制が最高の段階に達すると不安定になり短命に恐る終わる恐れがあるからであるこの場合にも戦争の必要が巨大な役割を演じているなぜならプロレタリアとその頭脳と戦争のために動員することが物質的生産の動員と同じに帝国主義戦争の遂行のために絶対必要な前提条件だったからである。 生産の無政府性を克服する過程はその出発点において金融資本主義によって既に仕上げられた組織化の諸要素を備えていたそれと全く同じに社会的な再編成の過程もまた既に先行していた発展によって作り出されていた所要員に立脚せざるを得なかった物質的な組織形態は既に各種の労働者組織労働組合各社会主義政党部分的には共同組合さらにそれらの付随的補助的な諸機関も含めてにおいて与えられていた イデオロギー形態は労働者愛国主義特有の心理状態の中に潜んでいたこの愛国主義はその一部は古い小ブルジョア的心理の変形した残存物であるが一部は帝国主義政策に対する労働者階級の相対的一時的な関心の産物であった最後に再編成の方法は包括的なブルジョア国家への従属方法そのものであった社会主義政党及び労働組合の裏切り行為こそ それらの組織はブルジュア国家に奉仕するにに至ったこと、帝国国主義国家によって本質的に国家化されたこと軍国主義機構の労働者部門に転嫁したことなどに表れているこれらの組織の国家化はそのイデオロギー的な対応としてプロレタリア心理の特殊なブルジュア国家化を生んだこのことはいわゆる国内平和の理論が広く行われプロレタリア層からさえ承認されているという形で表れているもちろんこうした方法と並んで 世界的な直接圧迫の方法すなわち直接弾圧の方法も依然として発展し続けた,こう,したこうした道程によって資本主義部分体制の各部分に最大限に可能な安定が次のような条件のもとで達成されるに至ったその条件とは帝国主義体戦が起こされるということすなわち資本主義社会の世界体制全般における均衡に恐るべき破壊を加えるということである。 我々の分析を資本主義体制の組織化への基本的傾向全般までにまでの及ぼすためには各国家資本主義トラストのシンジケートについてもすなわち国家各国家資本主義的トラストを構成部分とする第二次の本来のシンジケートについても述べておかねばならないこのようなものには諸国連合とか国際連盟などがあるこの種の組織の前提条件は金融資本主義的な結合や相互関与の総計によって作り出された 国家主義的トラストのこうした弱い信じ系とかの過程を強めたものは戦争であるとりわけ全連合国労働組合大会はこの傾向の表れであったここにおいて組織化の傾向が各国の枠を超えるに至ったしたがって資本主義世界のこうした試みの中で組織化過程が最高度に表現されるに至ったのである以上のすべての過程が生産力の大規模な破壊という条件の下で進んだ構造的な再編成が生産力の減退を伴った 結局ここから体制全体の不可否的な破壊が生じた従って破壊過程の根本的影響を究明することが我々の課題となってくる我々は社会の生産力とは生産手段と労働力の総計であると理解することにしようそうとすれば一方には各種の機械原料燃料などの総計が自然の形で存在し他方には各種の労働力の総計が自然の形で金属労働者技術者繊維労働者などの労働力すなわち各種の具体的な特性と各種の 資格等を備えた労働力が存在するであろう生産力の発達は人類に発展一般の基礎でありそれゆえにこの観点からすれば社会生活のああらゆるるる事実を観察することが必要である生産力の発達という観点は再生産の観点と一致するすなわち生産力の発展は拡大再生産と対応し生産力の停滞は単純再生産と対応しその減退は定期的に消費される生産物部分が次第に少なく再生産されるという形で現れる。 最後の場合、我々は社会を見るる。わけである再生産の観点はもともと全ての経済研究において必ず取られねばならないものであるしかしこの観点を取ることは強硬期と発展の過渡的段階等を研究する経済学者にとっては二重の義務である事実いわゆる正常な時期には生産循環の周期的な反復はあらかじめ与えられているもちろんこの場合にも特に資本主義社会にとって特殊な諸問題が発生するが全体として見れば事態のほとんど 円滑な進行が予定されるところが強行期には全ての次の生産循環が疑問になる。従ってこの場合は再生産の観点が方法論的に唯一の正しい観点である。なぜならこれこそが各生産循環の反復の条件をすなわち社会体制の動的均衡の条件を分析するものだからである。再生産はこれを文字通りに解釈すれば単なる反復生産であり生産過程の反復更新であって一見したところでは どの点が再生産の概念と一般に理解される生産概念と本来区別されるのかまたなぜに新しい耳慣れない表現がそのために必要なのかということがよくわからないかもしれないしかしながら生産過程の反復普段の繰り返しの中にこそそれ自体重要な要素がするのであるこれについてはもともと重能主義者が既に見事な理解を示していたものだが 学識のある帝国主義の征服を着た重木たちが、この概念をすっかり忘れてしまったのである。それゆえにこそ、戦争の開始段階において真に機械な理論構造が生み出されたのであった。その理論構造は、戦時理順の事実と軍需軍需産業の繁栄と資金科学そ,その他の各工場の核化上昇とから、戦争が国民経済や生活に与える有益な影響に関する結論を引き出している。 我々は経済界全体が戦争の兆候を帯びる限りにおいての、すなわち軍需産業のための生産力再配分と、軍隊一般への労働再配備とが生じている限りにおいての、現実の再生産過程を観察するとしよう。戦争事業に向けられる労働は、経済的利点からは、経済的観点から不生産的とされるのが普通である。これはどういうわけだろう。この種の労働が再生産の条件に与える影響を分析してみれば、この労働の特殊な意義が容易に理解される。 正常な生産過程においては、生産手段と消費手段が喪失される。これが社会経済全般の担い部門である。常に生産手段が社会的労働体制に関与することは明白である。生産手段の生産が再生産の条件となっている。このことは全体としてみれば、消費手段の生産とも関係がある。これらの消費手段の全部が、それ以後の再生産過程の循環のために、跡形もなく消失してしまうというわけではない。というのは、消費過程は根本的には、 しかし労働力も労働力もまた再生産過程に絶対必要な条件となっている従って消費手段の生産も生産手段の生産も共に再生産過程の必要条件をなす小生産物を供給するのでありそれらなしには再生産過程は存在することができないところが軍需生産は全く別の意義を持っているすなわち大砲は新しい生産循環の要素に転嫁するものではないし火薬は空中に飛散してしまい 次の生産循環において別の包装品として現れることは決してない全く逆なのだ実際これらの要素の経済的効果は純マイナス的な大きさを持つものであるとはいえこ,この場合の経済的意義が一定の種類の使用価値と生産物の物的形態とに絶対,的に,絶対に結びついているというふうに信じるべきではない我々は軍隊に供給される消費,手段消費手段を取り上げてみることができるこの場合にも同じことが観察されよう ここでは兵士が生産過程に現れるわけではないから消費手段が労働力を喪失しない兵士たちは生産過程から引き抜かれ生産過程の外に置かれるそれゆえに戦争が続く限り消費手段の大部分が労働力の生産手段としては役に立たず生産過程において何の役割も果たさない特殊な兵力の生産手段として役立つ,役立つだけであるしたがって戦争と,とともに再生産過程は対価的・残限的・ マイナス的な性格を帯びるすなわちそれ以後の生産循環に入ることに常に現実の生産基盤がますます境外となり発展が末広がりの螺旋状でなしに次第に収縮する形の螺旋状を描くことになる。ここでもう一つ重要な事態を強調しておかねばならない。軍隊は巨大な需要を示すものすなわちそれ自身の休養を要求するものであるが決して労働投下物を与えることはない。 したがって、軍隊は生産しないだけでなく奪い取る。言い換えれば、この場合には再生産原本から二重の工事を行われる。この事態は,は極めて重大な破壊的要因である。このほか、戦争による直接的破壊や一連のえ戦争による直接的破壊、道路の爆破、都市の消失などや、一連の間接的破壊、労働力の質的低下なども強調しておかねばならない。 このようにして社会的生産の現実の基盤が社会的資本の一回転ごとに狭まっていくことは明らかであるこの場合は拡大再生産どころか単純再生産でさえないここにはますます大きくなる生産不足が現れるこのような過程はマイナス拡大生産再生産と呼ぶことができようこれが経済的観点から見た戦争であるこのように現実に進行する過程はマイナス拡大再生産である。 この過程とそれ,それの資本主義的な家庭による物心崇拝的に盗作した表現とは区別せねばならない。というのはこの2つの過程一方は実質的な労働過程他方は形式的な労働過程の混同に立脚しているのが戦争の積極的影響に関する恐るべき理論だからである。事実以上によって出てくる結論は国家資本主義体制における資本主義的所得の形態は国際証券によって支払われる利子に転嫁される傾向をとる。 この国際証券はかなり著しい規模において将来の実質価値に対する権利を表示するそれと同時にこれは流通面にとどまることができ大量に蓄積されることさえあり得るしかしこの種の債権が存在するということとその価値実現の客観的な可能性とはまた別の問題である戦争の過程において所得として価値の実現が行われる限りこの所得は普遍資本の食いつぶしを意味するか または常用価値が大資本家層へと再分配される場合にその総量が次第に減少して実現されることを意味するであろう大量に蓄積された証券価値はその実現が全て将来に属するという表彰でありそれが実現されるか否かは一方では資本主義的再生産の条件以下に他方では資本主義体制そのものの存続以下にかかっている当然のことながら多種多様な形をとる支援の大反乱は現実の労働過程とは絶対的に公約数を持たないものと貸し得るのであり 資本主義的構造の条件のもとでのそれは、この構造の瓦解を示す兆候の一つとなるであろう。このようにしてマイナス拡大再生産が証券価値の累積と並行して進むのである。しかし以上述べたこと,ことからは、資本主義の観点から見た資質の無用性や家庭の破壊面に対する否定的評価などは決してまだ結論として出てこない。任意にとってみた、どの資本主義的強行でも生産力の一時的破壊である。 しかしそれは数回の生産循環という範囲に基づいた資本主義体制の観点から判断されてもならない。なぜなら結局のところ強硬がそれ以後における資本主義体制の発展の枠を拡大するからである。戦争の場合もこれと同じである。世界大戦が2年後に一方の連合国側の勝利に終わるものと仮定しよう。疑いもなくこうした状況においては資本主義体制が破壊期,に破壊期が終わった後に自ら立ち直るチャンスをつかむであろう。 傷が癒えた後すなわち普遍資本の消耗破壊された部分が更新されると資本主義的生産様式は若干発展する可能性を獲得しその際は従前よりも高度の集中形態を取り入れるだろう従って直接軍需的および準軍需的生産循環の観点から見ても準損失となった部分は大幅な歴史的尺度ではなかった大幅な歴史的尺度で測った資本主義体制の総運動という観点からすれば生産力の一時的低下 その犠牲において生産力の今後のより強力な発展を賄ったことになるようなより強力な発展を賄ったことになるような低下を表すことがあり得る。言い換えれば教皇の一つが我々の前に出現するであろうがその規模のと形態において空前のものであるにもかかわらずそれは決して小主義体制の学会ではないだろう。主義体制は一時的な停滞を得た後、 より完全な組織形態の発展を続けるであろう強硬化それとも瓦解かという問題は資本主義体制のその場合の同様の性格によって同様の深刻度と長さによって定まるマイナス拡大再生産過程は常に一定の限界までは続けるがこの限界を超えると組織全体の分解及び崩壊が始まることは理論的に全く明白であるそこでこの問題の分析へと進むことにしよう再生産過程は単に物質的な生産要素の再生産過程であるのみにならず また、生生産産関係そのののもも再過程である。拡大再生産は与えられた生産関係の拡大再生産であるすなわち生産関係の範囲その空間的な広がりはより大きくなる与えられた生産様式がその細部に至るまで内的再編成を遂げつつ拡大する言い換えれば資本主義的生産関係の再生産はこの場合資本と賃労働との関係が永続的に維持拡大される限り原則としてこの生産関係を再生産する。 しかし生産関係の内部においては生産構造の各細部が絶えず変化するこれについてはいわゆる「真中産階級の成長」を指摘するだけで十分であろう。マイナス拡大再生産においてはどんなことになるかこの問題に答えるためには社会構造全体に関する問題をもっと詳細に提起する必要がある。何よりもまずここで取り上げている生産関係とは一体どんなものなのか。 マルクスはこれを社会的労働の過程における人間とその労働生産物の分配との関係であると定義している具体的には資本主義社会における資本家親方専門家技師熟練工見習い工商人銀行家氷菓子などの間の関係がそれでありそこでは各構成要素間の関係が現実に一定の結合を持っているしたがって生産関係という範疇は社会構造に関する全般的範疇なのであるさらにこれには社会 階級的性格を持つ関係労働者と資本家の関係やその他の,方のかその,その,他の方の関係例えば日企業間の関係共同関係すなわちいわゆる単純協業の関係なども数えられるこの際注意を要する点は我々が直接的な労働過程の内部関係を問題にする限り生産関係は技術的な労働組織と区別されるものではないということであるこの両者は実際に結融合しているのである。 工場は技術的範疇であるのみならず経済的範疇でもある。というのは工場は社会的な労働関係と生産関係との複合体だからである。マルクスは資本の指揮のもとにある工場内ヒエラルキーを資本主義的生産関係の一例として挙げている。技術的な構成分子技師支配人機械工親方労働者撮影寄付などの労働力は同時に経済的組織の要素でもあるし これらの要素が固定した一つの人間集団として結合している限りそこには彼らの社会階級的特性が存在している分かりやすいことだが階級とは何よりもまず生産過程において共通の条件と共通の役割によってこれから生ずる分配過程のための全ての結果を伴いつつ統一された人間集団である生産における資本主義的階層性ヒエラルキーは分配における資本主義的階層性ヒエラルキーを伴う 両者は互いに切り離しがたく結びついた同一現象の2つの面である生産関係は人々一定の体制の構成分子の間の関係であるしかし一定の型の結びつきとこれらの構成要素と対峙することは甚だしい単純化であろう社会は各構成要素の総計ではないしそれと同時に構成要素とその結びつきとの算術的総計でもないなぜなら社会的結びつきは構成要素と同列に並んでいるものではないからである。 技術的労働過程における人々の空間的配置と彼らの機能的な役割とが集積されて人的要素に凝固しているこのようにして社会的な結びつきが転嫁して構成要素そのものの内的構造として現れ社会的な結びつきの原型が人々の頭の中に生きているそれゆえに与えられた社会構造においては一方には与えられた生産様式が存在し他方には一定の方の結びつきこの方がこれらの構成要素そのものを編成するのである がが存在すすするるる生産関係がそその他のの他てを規定するその理由は分かりやすいことであるもし生産関係が一つの型の結びつきとして体現し別の種類の関係例えば国家組織は別の型に編成されるもの,ものとすればその体制全体が絶対的に不安定であるだろう。資本主義的な生産関係は労働者階級の政治的支配のもとでは考えられないし 社会主義的な生産関係は資本の政治的支配のもとでは考えられないであろう。従って社会のそれぞれの方は社会構造の一元性によって特色を与えられざるを得ないのでありこの一元性があらゆる社会体制の基本的な存在条件となっている。資本主義社会はこの一元性によって著しい特色を帯びている。工場連帯または内閣の構成は1個の原則に従って整えられ生産関係の階層性的なヒエラルキー的な方は 国家権力軍隊その他のそれに対応する冷ラルるー、階層性として現れている上層には有酸者階級最下層には無酸者階級その中間には過渡的な各種グループの諸階層が存在する資本家と工場長将軍大臣または高級官僚はほぼ同一階級に属しそれぞれの活動分野に違いはあっても彼らの各機能の特徴は同一の型を示している。 彼らの機能はこの方によって限定され従っていくその機能は単に技術的な性格のみならずそれと同時に明らかに著しい階級的性格をも帯びる技師士官中級管理も本質的にはやはり同一の階級に属する人間であり彼らの機能は同じ方のものである下級従業員配達府、市長門営、労働者兵士もまた互いに同じような地位を占めており 非階層性的な階級制度が普遍的原則として確認される資本主義は敵対的な矛盾した体制であるしかし社会を2つの基本的階級に分裂させ,させている階級的敵,敵対が至るところで一貫して見られる従って資本主義の構造は一元的敵対または敵対的一元性のものである我々は社会を自然のままの各構成要素の体制として見てきたこの観点は今やそのあらゆる規決と,とともに実際に適用されねばならない これは再生産の観点と同じに、あらゆる危機の時期に対して、したがって消費期の分解期に対しても無条件に適用されなけばならない。正常期、すなわち社会体制の動的均衡の条件が備わっている時期においては、我々のは社会関係の物心崇拝的な表現の目にとどまっていてもよい。なぜならこの表現は、固定的な性格を持ち、その基礎として一定の全く現実的・物質的な社会的労働過程を前提してと前提しているからである。 貨幣関係、価値範疇などは資本主義経済の一般的範疇であり我々は正常期にはこれらの範疇によって分析を進めることができるなぜなら正常期に対してはこれらの範疇も正常だからである価値法則は無政府的な生産構造の基本条件であり資本主義体制の動的均衡に不可欠な条件であるところが生産,体系生産体制が異常な条件のもとに置かれる場合には事情が全く異なってくる。 これは動的均衡の条件が備従っ,いいって価値関係においてまた物心崇拝的な関係一般の範疇によって分析を行うことは方法論的に絶対に許されない逆にここでは在貨および労働力の自然形態を捉えこれらの単位によって計算を行い社会自体を自然的物質的特徴を備えた構成要素の組織として観察せねばならない残念ながら多くの同志諸職でさえこのことを理解しておらず一定の歴史的意義を持つ相対的諸法則を 超歴史的的な絶対的現実とししてて描写している。我が国では社会主義経済の放火状態にある簿記でさえこの種の解釈に立脚してられさまであるそれも次のような時期にすなわち貨幣価値を表現するのに現実の労働過程では測ることができずまた後者の労働過程によって生産力の配分が調整されていない,いないような時期にまさに起こっているのである。ルドルフ・ゴールトシャイトがこの真理に見事な理解を示してこう述べている。 害して黙科の戦争によって我々はとりわけ一つのこと深められた自然経済的な考え方になれざるを得ないほとんど全ての経済問題がこれを単に貨幣経済的に観察するとすれば互いに切り離し難いもののように見えるが自然経済的な観点からすれば単に相対的なものとして現れるなぜにこうなるのかは以上述べたところによって理解されよう資本主義社会は既に支離滅裂となっており均衡の初範中は危機の時期には不適当であろう。 それゆえに、一般的な問題は今や次の形で定式化される。社会体制が自然的形態を互いに結びついた自然的要素の形態を取る場合、それがマイナス拡大再生産の条件の下ではどんなことが起こるか。この場合、労働価値の定式は次のような人種になる。えっとここで、出るかな、えー。労働価値の定式は次のような人種になるといって、ここですね。 この計算です簡単なやつまず C コーテーションコン,コンスタントキャプタルと V 可変ションプラスバリアルブキャプタルプラス M 常用価値それから常用価値の何やしかが X 部分取られが 減っていき、そのに常用価値 C プラス V だけ、C、常用価値が全くなくなってしまう。さらに、可変資本からさらにマイナス常用価値が引かれていって、それが次には不変資本も食いつぶしていくという、こういう単純な図式です。これと並行して、この価値がその価値が価格では測れなくなる。 分かりやすいことだが資本主義体制の観点からすればマイナス拡大再生産が M= 常用価値の犠牲において進行する限りは情勢は別に危険なことはない。だがこの,だがこの限度を超えると一方では固定資本の食い潰しが始まり他方では労働者階級の過小消費労働力の機能に対する無保障その資本形成の役割の達成に対する無保障すなわち労働力再生産の破壊が始まるこの過程は2つの形で表れる。 第一に生産過程から労働力が排出される第二に実質賃金の引き下げ労働力を作り出すエネルギーの生産不足労働力の質的低下そして結局は技術的生産回想性における仮想分子と上層分子の結びつきの決裂となって現れる資本主義の機械が十分な潤滑油を与えられないために株のネジが緩んでくるのであるここにおいて結びつきの決裂に次の2つの主要形態が見られる1結びつきのライと分解例えば各人の欠勤労働規律の低下 職員の事務の不正確収賄商業上の監視や基準の違反など2結びつきの革命的決裂労働者による作業の中断的拒否ストライキ資本家階級に対するあらゆる形の組織的抵抗こうした資本主義的関係の崩壊過程はマイナス拡大再生産の一,一,一定段階において見られるものでありそれが始まりや否やたちまち資本主義体制の全領域を捉える腐れの仮想の輪となっている人々の頭脳には 権力保有者に対する資本主義的な服従心が高められていたものが、この精神が称賛して、その資本主義的機能が困難となる。他方、体制の上層をなす人々の間においては、それが、そこでは技術的機能が階級的利害と一致し、最も重要な、最も基本的な階級的利害が、与えられた生産制度の維持の利益と利益と一致するが、この制度維持のための闘争心がますます高まる。分解期には生産過程を掘り崩しつつある潜在的な階級闘争が、 組織的装置の結びつきが決裂のやむなくに至る時期には公然たる革命的闘争として顕在化する生産人面において現れる事態は必要な変更を加えてみれば軍隊や国家行政装置においても現れる既に述べておいたとおりマイナス拡大再生産が社会的常用価値 M を吸収するに至った後に崩壊過程が絶対に避けられない形で始まる。 理論的分析ではこの過程を特徴づける具体的数字を用いていつ崩壊過程が始まるかを絶対正確に定めることはできないこれは事実問題である1918年から20年におけるヨーロッパ経済の具体的情勢が明らかに示しているところによればこの崩壊期に既に入っており生産関係の古い体制の復活を示すいかなる兆候も見えないそれどころかあらゆる具体的資料の示すところでは結びつきの分解及び革命的決裂の諸要素が月を追って進展している。 これは、このことは理論的には見極めて明白である事実そうなのだ階級に分裂している資本主義社会が存続し得るのは国内平和の心理がいわば普遍的な妥当性を持つ間だけのことである言い換えれば労働階級全体この資本主義社会の最も重要な生産力が資本主義的機能を果たすことに暗黙の同意を与えている時その間のことだけである一度この前提が消滅するならば資本主義社会のそれ以後の存続は不可能となる。 革命的なマルクス主義思想が確認しているところによれば政治の分野においてはブルジョージーからプロレタリアートへの権力移行すなわち一定の歴史的過程として理解される移行はその構成要素が分解する古い国家機構の瓦解という形で現れる国家というものはいろいろな階級に次から次へと手渡されブルジョワ的な親族法の定めによる相続権によって移動するような対象物ではないプロレタリアートによる国家権力の奪取はブルジョワ国家体制の破壊であり 新たな国家体制の組織化であるが、その際に崩壊しつつあった旧体制の所要素のうち、一部分は破壊されるが、一部分は新しい組み合わせ、新しい型の結びつきのもとに置,け置かれる。以上がマラクス・エンゲルスの観点でもあった。しかし、疑似社会主義理論家の圧倒的大多数は、権力の奪取に関して非常に原始的な観念,を観念を抱いていたし、今も抱いている。それによれば、1個の東部、すなわち政府が交代して、それにこれにより全装置が奪取されることになる。 マルクスの革命的教養は今やこの関係の分野については抽象的な観察によってのみならず経験的にも正しいことが立証されたしかし生産関係の典型過程はあまり明惑となっていないここでは政治的見学に関する理論の分野において有力だった観念が例外的にまだ生命を保っていたのであるこれに関する典型的なものと見られるのはヒルファーディングの次のような考察であるそれによればプロレタリアートによる上位6大銀行のダッシュは 全産業をプロレタリアートの管理下にに移すことになる。なぜなら金融資本主義的生産関係のもとでは銀行が生産技術的な体制の全装置の組織的な決接点となっているからだというしかし経験の示すところによれば現実は現実には銀行奪取はただ単に資本の指揮権を掘り崩すだけであるから前期のようなことは生じない全く生じないそれはなぜだろう答えは簡単であるその理由は銀行が特殊な信用貨幣関係に基づいて 産業管理してきたということにあるこの場合の結びつきの方は信用の結びつきの方だったのでありこの方はプロレータリアートによる銀行雑取が起こればそれこそ崩れ去るのである。以上述べてきたところによってマイナス拡大再生産の条件の下で生じる資本主義社会における主事の方の階層関係の分解原因が容易に理解される。 資本主義的な結合の崩壊過程とそれに続く革命的決裂過程が最もよく見られるのは軍隊においてである帝国主義軍隊が崩壊するのは大まかに言えば兵士の基実低下によるものでありヒエラルキー階層性の下部の輪がこの階層性の輪としてはこの階層性の輪としてもはや役立ちえなくなるからである結びつきの革命的決裂は全装置の多かれ少なかれ組織的な大量解体が生じた時に始まるのでありこの解体が新しい階級の勝利に絶対必要な前提である。 この組織解体は与えらしたがって客観的に見れば一時的な無政府状態が革命の過程において絶対不可欠な一段階となっており,この,段階はよりこの段階は古い装置の学会という形で現れるこれとほぼ同じことが資本主義社会の技術生産装置に関しても起こるそれにすでに述べておいたことだが生産関係はそれと同時に技術的関係でもあるし社会的ヒエラルキー・階層性はそれと同時に技術的ヒエラルキー・階層性でもある。 したがって瓦会の絶対的兆候である体制の社会的なもの腐食及び革命的分裂は我々がこの社会の人間の技術的組織に着眼する限り社会の技術的装置の放火なのであるこれによって明白だが古い経済装置を奪取することは全く不可能である生産の無政府状態または グリネベツキー教授の表現によれば産業の革命的分解は、どんな嘆きしまうともそれれから逃れるる。ことのののでできなない、歴史的に不可欠の段階なのであるもちろん絶対的な観点から見ればも,もし革命と生産関係との打解とか技術生産的な結びつきの分解を伴わないとすればはなはぬ好都合であろう。しかし現実の過程の健全な判断と科学的分析を我々に教えるところによればこの文化機は歴史的に不可欠であるとともに歴史的に必要でもある。 マイナス拡大再生産の一定段階において始まる人間の技術的ヒレラルキー階層性の崩壊は次には逆に生産力の状態に圧迫を加える生産力は社会的労働組織の一定の体制において生産関係で癒着して存在しているしたがって装置の崩壊は必ず生産力の一層の低下を伴うこうしてマ,スマイナス拡大再生産過程が特に推進される促進される以上の分析から引き出される結論は 破裂しつつある古い資本主義的関係の基礎の上では、資本主義の空想家たちが夢見るような、どんな産業の復活も不可能だということである。唯一の脱出路は、この体制の下部のは、すなわち資本主義社会の基本的な生産力である労働者階級が、社会的労働の組織化において試合的な地位を占めることにある。言い換えれば、共産主義の建設だけが社会の復活の前提条件なのである。 グリネベツキー教授はその知的視線がシンジケートの世界観の域を出ない資本主義弁護論者にふさわしくその著書の中でこの問題を観察するのに人間生活の永遠普遍的な範疇としての資本主義的生産関係の観点にもっぱら立っている未来のイデオロギー歯科にとっては最大の社会革命の時期におけるブルジョー学者の特徴となっている正真正銘の長眼が全く喜劇的なものに見えることだろう。 もちろん理論的にはこれだけではま,まだ共産主義の実現が立証されたわけではない。共産主義の前提条件の実現の確立等に関する問題この問題は理論的には資本主義の学会の問題と範囲が全く違う。理論的には一層進んだ崩壊文化の没落中性的な反自然経済という原始形態の復帰要するにアナトール・フランスがペンギンの島の終わりで描いているような光景が考えられる。この問題は後で研究するとしてこれからし,しばらく離れることにしよう。しかし、か 今や我々は古い資本主義体制の復活が不可能であると主張することができる技術生産装置の要素人的要素は新しい組み合わせにして新しい型の結びつきで結びこれによって社会の発展を可能にせねばならないそれゆえに人類は次のジレンマに立たされる文化の没落かそれとも共産主義かそれ以外に第三の道はない一連の生産循環を得たのち生産力が増大し始め従って一つの基本的前提条件が必ず現れるに至る それは社会主主義義的な共産産と進みつつある生産関係の成長である。この場合革命の費用労働過程の中絶や内乱過程における社会的エネルギーの直接支出などは人,人類が社会がより一層の発展の可能性を賄うために自ら支払う代価となるであろうプロレタリアートの共産主義革命はあらゆる革命と同じに生産力の低下を伴うものである。 国家権力としてブルジョージーのみならずプロレタリアートの側も組織されている近代的階級闘争として内乱が大規模なものである場合この内乱は次回の再生産循環という観点から見れば経済的には純マイナスであるしかし既に強硬と資本主義戦争の例で見ておいたことだがこの観点からの判断は限定的なものである我々は広大な歴史的規模において見たそれ以後の再生産循環から出発して与えられた現象の役割を明らかにせねばならない。 その際に革命及び内乱の費用が生産力の自治的低下という形で現れるがそれにもかかわらずこの低下は生産関係を新たな調和に基づいて再建しつつ生産力の巨大な発展のための基地を作り出しているのである。生産関係の再建の前提条件はプロレータリアートの権力すなわち国家層地とその一部としての軍隊と生産とにおけるプロレータリアートの指揮権である。 権力をめぐる闘争とプロレタリアと独裁の国内線との過程においては生産力曲線の低下を,低下を続けそれと同時に組織形態の成長が現れる組織形態のこの成長は産業商工たちの抵抗すなわち従来とは別のヒエラルキー、階層性に入ることを欲しない技術インテリゲンチャの抵抗を受けるとりわけいわゆるサボタージュしかしこの階層による抵抗は成長しつつある新体制にとっては 資本主義的関係、関係の体制にとっての労働者階級の抵抗に比べると。ずっと危険でない。それゆえに、二重社会の維持及び発展という観点から見て、社会主義的生産関係こそが唯一の脱出量。足り、足り得る。なぜなら、この生産関係のみが。社会生産。体制の相対的な動的均衡の状況を作り出すことができるからである。と。ここで、だい、本番。 本題に入っているわけですがこの3章でまあ社会主義共産主義というのは失敗したってことで分かったわけですただここで、うん、あの言えることはある体制が停止した時に次の体制をその今までの体制を前提としながら作り出していかなければならないって一般的なことですよね。で、その一般的なことはここでは生産と再生産過程と考えていてその こここでブハリンが言言ってることを言うと、をう再生産過程というとそのらく例えば教育は労働者の再生産であるという言い方で,であるいはその病,院病,院病院や監獄などもそのあの法を逸脱したり体を壊した人たちがもう一回労働力として再生産過程に入っていくとまあもちろんそ,れそこに参加しない年齢のか 子どもはその労働力の再生産課題としての学校装置に入っていてで高齢者とかもあのそれなりに、まあ、全体の再生産循環というふうな、ね、視点で見ればあの入っているわけですその経済的循環の中に。でその生産の断絶なり停止を。 より巨大な再生産過程を見つめることによって再生しようというふうなしさがここでは語られているわけですけども問題はその当時彼らが具体的に何をどうしようとしたのかそれでどう失敗したのかで我々が今回の,あの起こるかもしれない恐慌なりあの社会経済の断絶なり社会の断絶に対してどういうふうにそこから学ぶことができるのかということになると思います。ただ一般的な問題としては ここで言われていのは再生産っようと,言ってことです、ね、ただまあここではいきなり具体的な例に入ってきてるのでここについてレーニンが何を言っているかおそらくこの3章から以降が本題なのでここについてそのどのようにレーニンが表紙を入れてるかとか見ながらまたその限界を考えながらあの次に行きたいと思います。